皆さん、ついにこの日がやってきました。皆さんも分かってるとは思いますが、今日は出荷の日です。まあ私も、まあ、皆さんと、まあ、何年間も過ごしてきましたから、もちろん悲しい気持ちはあります。ただ出荷をしないとお金になりません。皆さんもこういう日が来るということは分かっていたはずです。なのでやはり出荷はしなければなりません。そして皆さんにお知らせがあります。先ほど連絡がありまして、出荷の日が1ヶ月延期になります。しかし1ヶ月なんてあっという間です。すぐにやってきます。出荷をするということに変わりはありません。今月出荷をしないということはお金が入ってこないということです。お金がないと経営は成り立ちません。なのでこの養豚場を潰したいと思います。この養豚場を潰してここに豚だけの動物園にしたいと思います。動物園なんて誰も普通の豚なんか興味ないんです。なので私に考えがあります。黒豚です。史上初の黒豚だけの動物園を作ります。